はいどうも、タクタクです。開講やっていきたいと思います。さあ、どこ行くんだっけ？ハンカチ。ハンカチを手に入れましたので、4の1。マジで何するんだっけな。撮影久しぶりだから、ちょっと忘れてしまっていますけれども。筆記用具だ。あ、そうだ、なんか筆記用具が必要なんですよ。で、この子は何よ、暗記中なんだから邪魔しないでよねと。この子は筆記用具を多分提供してくれると。で、まずはこう殺されない、今話しかけてからだよね。前回そうだ、思い出した。こっちで筆記用具持参っていうのを見た後じゃないと、こうフラグが立たないでしょ、多分。うん、その関係でここに今入ると、あ、はいはいはい、よもぎ軸を少し読んでいくと、これもあれなのかな、もしかしたら何か要素に入ってるのかも。で、ここ、あ、来た来た来た。で、断りなく持っていこうとしたからいけない。で、これ記録ちょっとしておきましょうか。女の子、どうしたの？卑怯を貸してほしい。うん。小さいのでよければ、私の、机の上の鉛筆使って、もう残り少ないから返さなくていいよ。お、優しい。うん、持っていく。ありがとう。ちゃんと断ればね、貸してくれるんだ。対戦に使ってね。うん、ありがとうね。うんうん。で、これで筆記試験に挑めばいいんですね。なんかあそこの辞書に関係すること覚えておいた方がいいような気もプンプンにしますけども、まあいいでしょう。入れるようになるはず、これで。あれ、ダメ？持ってきたよ。ダメ。筆記用具持参って書いてあったから来たんだ。ダメなんかな。4の2。あ、そういうことではない。あ、でも、あ、分かった分かった、こういうことじゃない。ちゃうの？違うんだ。ほう。でも、さっき明らかにこれでフラグ立ったよね。うんうん。これに違うか。絶対絶命。これなんか書き換えるとか違う。予想外だ。なんか持ってったら開くと思ってた。思い込みですけど。何もない。何もない。あ、なんかある。拾う。4年、え、何？何？え？開かない。開かなくなってしまった。どうすりゃいいんだ？どこからか声が聞こえてくる。あ、出た！赤い髪と青い髪、どちらが欲しいか。どっちもいらない。赤い髪。赤い髪くると真っ赤なトイレットペーパーが落ちている。拾う？
うん、OK。青い紙にしようか、じゃあ。青い紙ならいいんだね、じゃあ。きっと青い紙ならよかったんだ。あ、赤い紙は何？こう、血だらけにされる的なことだよね。青い紙はでもなんか俺、血を抜かれるみたいな。なんかそれで顔が真っ青みたいな。なんかそういう逸話を私は聞いたことがありますよ。それ系じゃないのかな。うん、青い髪。うん、青い髪来た。え、なんか拾うって出てこないんだけど、拾ってみよう。これ締め殺されて真っ青、顔真っ青ってことかな、多分。いや、拾っちゃダメなんやな、これきっとな。倒れた。え？なぜ血が出るんだろう。あれかな？血を絞られてるはあった、合ってんのかな、じゃあ。血を抜かれてる的なやつはっていう。どっちもダメやん。拾わなきゃいい。どうだろう。拾わなきゃいい。何もしない。なんかいい方法ないかな。うん。隣の、あ、入れないのか。まあ、拾うか、まずはな。拾うよね。青と赤な。怪我が少なそうなのは。どっちも怪我する。赤い髪。赤髪来た。拾わないで、もうずっとこれですよ。かたくなに。何のメニュー画面も開けない。何もしない。これはもう、じゃあ、ちょっと足りないってことだね、まだ何か。俺ならよじ登って隣から出るな。これダメかい。これもゲームオーバー必須なんですね、これ多分。いやちょっとじゃあ。ここに行かないで、こっち行って、男子トイレ、いや、やめておこう。歪んでいていけない。なんかヒントはないかな。いや、でもここ青だったのかな。じゃあ、青い紙で拾わなければいけんのかな。ちょっと青い紙でワンチャン試そう。もうここからメニューを開けないかな。なんかもうここはもうどうあがいてもゲームオーバールートなような気がするんだよね。青い紙、赤い紙をよこせってできないですか、これ。拾う。あ、拾っちゃった。拾っちゃダメなんだって。ダメなんやって。ここ以外から行けってことやな、じゃあな。ここにまずこの鍵がなんか落ちてるよっていうことをまず認識すると
ここまではよしとしよう。で、ここから何らかのフラグが立っていると信じて、この女の子に聞いてみよう。大切に使ってね。この中に何か入ってないかな。掃除用具か。ここの教室みたいなところには入れないんだよね。で、こう4の2だもんね。4の2。いや、ここの鍵なんだよな。積んだわ。積みました。紙。赤い紙、青い紙。あの、赤い紙、青い紙の選択肢の時に、ちょっといい？秘密があるのでは、実は。この後、まあ、ここは続けるよね、こうやってね。続けます。どちらが欲しいか。で、これあえてしばらく答えない。これが正解な気がする。もしくはキャンセル。あ、キャンセルできた。どちらが欲しいか。どちらもいりません。うん。声聞こえなくなった。おーいと！いやー、一体何なのもう。この簡単なことだったね。キャンセルボタンっていうものがあるっていう。いや、これちょっとあれですね。ゲームの仕様を分かっていないと。仕様っていうか、まあ、そうだね。解決できなかった。さあ、4年2組どうなっているか。え、セーブを求められる。え？なんか光ってるよ。何かの番号が書かれた紙が貼ってある。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。まあ、出席番号10ってことかな。この子の名前なんだっけ？あ、待って待って。え、でも、ね、少な？なになに？テスト開始。何のテスト？うん。みんな書き始めたな。採点せよ。採点せよ。誰かいるようだ。ここは何年何組、教室か。答え、4年1組。え、4の2でしょ？罰。うん。登校の反対語は下校。うん、丸だね。メニュー画面の項目の数は答え6つ。え？ 1,2,3,4,5,6。 うん、6つ。うん。四字熟語、空前絶後の意味を答えよ。答え、一生で一度だけのこと。空前絶後。え？空前絶後の、違う。これは？ 3 はイコール3、5イコール4、6イコール、ハテナに入る数を答えよ。答え。え、これ答えなきゃダメってこと？ああ、これあれ画数な。1,2,3,4。4だ。多分4だ。え？答えてねえじゃん。絶対絶命を漢字で書け。絶対絶命。あ、合ってる。
答えよでしょ。どうした？なあ、ここの答えこっそり教えてくれないか。あとで何でも協力してやるから頼むよ。お。え、どうすんだろうこれ。うん。ああ、いいの？これ4、4ですよ、4。え、よ、すごい。ちょっと待って。え、すごい入っちゃうんだけど、これ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっとすごい入っちゃう。これコピペしなきゃダメなパターンだな、これ。コピーして、ちょっと待ってね。コントロール C で、コントロール C にして、コントロール V で貼り付け。なんで全角？全角なん？ちょっと待って。これどうやったらこれ入力できるのこれ。4と、あ、4とかよかった。よしよしよし。できた。うん。で、終わったよ。多分全部。うん。え、ちょっと待って。いや、答えたじゃん、4って。うん。ああ、いいんだ、これで。いいのかな？採点終わったか。終わった。どうだ？どうなる？うん。なんか間違ってた、俺。待ってた？採点結果、6問中、6問正解、おーい！うん。合格。あ、ありがとうございます。いや、光ってたのは？座席表は何だった？これ何だったのこれ。これな、それ何だ、それ何？これ何なんこれ。あ、姉ちゃん。さっきのことあれ、ああ、何でも協力するって約束忘れてないよね。ああ、そんなこと言ってたな。男に二号ね、約束は守るぜ。で、何に協力すればいいんだ？私、2階へ行く道を探してて、廊下の穴の向こうに行きたいの。何かいい方法はない？ああ、トイレの近くの穴のことだな。橋の代わりになるものでもあればいいんだけど。そうだな。ん？そうだな。おー、長かった考えてる。おい！これを使えば渡れるんじゃないか。何した今。小さな黒板を手に入れた。小さな黒板？勝手に外して大丈夫？平気平気バレないって。約束を守ったで早速試してきたらどうだ？黒板ね。外せたんですね。はい、って言ったところで今日はこの辺で終わりたいと思います。結構赤髪、青髪の謎が、あれでしたね。点は戸惑りましたね。はい。それではまたお会いしましょう。したっけ？